就任後初の外遊としてベトナムを訪問している菅総理大臣は、フック首相との首脳会談で、南シナ海問題などをめぐり、緊密に連携していくことを確認しました。日本はインド太平洋国家として、今後ともこの地の平和と繁栄に貢献をしていきます。この最初に世界に向けて宣言をする最もふさわしい場所としてベトナムを選ばさせていただきました。菅総理は首脳会談後に行われたフック首相との共同会見でこう述べた上で、ベトナムについて自由で開かれたインド太平洋を実現する上での要であり、大切なパートナーだと強調しました。ベトナムは南シナ海をめぐり、人工島の建設を進める中国と領有権を争っていて、首脳会談では海洋進出を進める中国を念頭に、安全保障の分野で両国が緊密に連携していくことを確認しました。また両首脳は、新型コロナウイルスの影響で制限されている両国間の人の往来について、ビジネス目的の出張者に限り、入国後2週間の待機を免除するビジネストラックの運用開始と、旅客便の運航を再開することで一致しました。